心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。礼拝唱詩を読み交わしましょう。明かり綱は私の好むところに落ちた。私は助言をくださった主を褒めたたえる。私はいつも私の前に主を置いた。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は喜んでいる。まことにあなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。お茶席ください。お祈りをいたします。天と地を作られた全能の父なる神様、7日間あなたが守ってくださり、今日みんなで一緒に礼拝ができることを感謝いたします。イエス様がよみがえられました。多くの人に現れて、本当に死んでも生きるんだよという神様の力を教えてくださり感謝いたします。神様の言葉が今日私たちの魂に新しい力を注いでください。疲れている心を生き返らせてください。喜びのない心に新しい喜びを注いでください。不平や不満、批判的な言葉が口にあれば感謝の言葉に変えてください。また私たちの生活を守ってください。病気の人の体調が整えられますように、痛みがある人の痛みが和らぎますように助けてください。仕事を探している人には良い仕事が与えられるようにしてください。悩んでいる人には神様が助けの手を差し伸べてください。学校の勉強に励む学生には知恵と知識を上より与えてください。生活で困っている人には解決の道を与えてください。アメリカの社会、移民生活で受けるいろんな攻撃より私たちを守ってください。そしてこの教会を主が守ってください。日後部を豊かに祝福してください。すべてを主に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アメン。聖書を拝読させていただきます。ヨハネの福音書19章38節から42節。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に雨麻で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。これは神様の御言葉です。Oh.
ございます。先週のイースターは楽しいウルトラマンのストーリーで、皆さん光の国から来た神様のイエス様の話を覚えましたね。さてちょっと昔に戻りまして、金曜日に、受難日ですね、送ったミニメッセージの中からクイズがあります。皆さんちゃんと読んでるかちょっとチェックしますので聞いてみましょう。一つ目、ヨセフは生きてるうちに自分のお墓を用意するタイプでした。丸か×か。あ、リサ当たり、丸です。そうですね、もうお墓を生きてるのにちゃんと用意してありました。二つ目、お墓はヨセフのお墓は新しくて大きかった。丸か×か。丸ですね。結構いいお墓を準備していました。ヨセフさんってちょっと変わってますか？皆さんお墓を準備している人って変わってると思います？準備している人、あ、結構いますね。え、準備してますか？へえ、なるほど。エジプトの王様は生きているうちにお墓を作らせたんですね。ピラミッドと言います。それを気づいたのはなんでだろう、死んだ後自分が忘れ去られるのは嫌だと思って作ったそうです。はい、それでうちもこんなお墓が日本にあります。だからもう代々ね入るところですね。ちょっとこれはですね、月に1回お掃除すると写真が送られてくるんですね。これ春の写真なのでちょっと明るくってお花が咲いている、冬になるとちょっと暗い感じのお墓になるんですね。季節があるからです。まあ園のようなお庭のようなっていうところを考えるとこんな感じです。ヨセフさんは生きてる時に自分のお墓を用意するタイプでした。それも岩をくり抜いて作る人が立って入る大きなサイズのお墓です。お庭を買いました。新しいお墓を庭園の中に作ったんです。だから大きいんですよ。で、場所はエルサレムの近くですね。お金がかかってます。彼はできました。なんでかって言ったら、彼はお金持ちだったからです。ユダヤ教のリーダーで、まあ政治のね議員さんでした。だからお金があったんです。自分で、ちょっと待ってよ、自分でですね、まあお庭の手入れをしてきれいにしてお墓を作ったんですけれども、自分がいつか死んだらここにお墓に入るという気持ちを持って準備します。死を考えて生きる人は結構いますね。死ぬことを考えないというのはまだ若い子どもたちでしょうか。死ぬことを考えて、じゃあカイム君は死ぬことを考えたことがありますか？ない。ほら、ないって、若いからですね。でもだん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 年を取ると死ぬことを考えます。一度は死のうかなと思う人が日本では結構いるそうです。死を考えると、まあ大体ですね、あ、もう疲れた、もう嫌だという人は全て終わって楽になりたいと思って死を考えるそうです。全てを置いて霊の世界へ旅立つということですね。さて今日はお墓の話ですけれども、イエス様は王様でした。そのイエス様の王様のお墓というとこを見たいんです。今日は2人の人、ヨセフさんともう一人ニコデモさんという人が聖書に出てきます。大事な大事な自分のお墓をヨセフさんはイエス様のために喜んで提供しました。その最後の安息の大事な場所を神様に委ねることをしたんですね。この奉仕によってヨセフさんのお墓は記念碑となります。イエス様がここから蘇るんですけれども、どのぐらいの記念碑かといったらですね、まあ天使が、はい皆さん来てください、ここにお場所を見てください、イエス様がいたところですって、こういうふうには話さないんですよね。でも今
皆さんそこに行くとそういうことを言われるんです。当時は女性マリアさんたちお弟子さんたちみんな見に来た。でも私もツアーで行ったんです。そしたらねもう一人じゃないんです、大勢が見に行くんです。いろんな人が見に行きます。それもちょっと見ましょう。こんな感じです。な、40〜50人がいっぺんに行くんです。だからね天使の言うような言葉じゃないんです。皆さんこちらに並んでください。そして順番に入ってください。ここがお庭の園のお墓ですと言ってくり抜いたお墓見えますか。皆さんイスラエル旅行に行くと必ずツアーの中にあるんです。本当にお庭でした。中に入ると、あの昔はこれなかったでしょ、でもくり抜いてあるお部屋、大きな場所なんです。王様のお墓は大きくて庭です。イエス様は王様として最後葬られたということがわかります。キングアーサー、アサ王というのがいましてね、いろんな王様があのユダヤにはいたんですけれども、彼のどうやって葬られたかの内容がここに記されています。第二列王記です。人々は彼が自分のために自分で作った墓ですよ、ダビデの町に掘っておいた掘るお墓ですねをに彼を葬って、香料の香合法に従って作った香りの高い香油、香料アロマです。そのそれに満ちた節戸、ここに節戸って書いてあるけど、これねなんか箱ですね、体を遺体を入れる箱に彼を朝王を横たえました。意味わかる。だからここにアロマオイルをブワーって置いてですね、その中にぼっちゃーんと体を入れるんです。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いたと書いてあります。朝王は41年間も王様として統治しました。なぜなら彼はですね、みんなから愛された結構素晴らしい王という名でその記録が残っているんです。年を取って神様に喜ばれないことはしたんです、たくさん。でも朝王は神様が良いと思うことをたくさん行いました。まずで若い時ね、異教の祭壇、高きところ、仏壇、神棚、そういうものを全部取り去ったんです。そしてアシュラ像とかを打ち壊しました。それからユダの国、人々に命じて、人々のお父さんの誠の神である主を求めるように礼拝をさせました。そして神様の律法、神様の命令を行うように言ったんです。そしたらね、すごいんですよ。国は彼の前に平安を保ったんです。平安がやってきました。朝王は良い王でした。民は王様が好きでした。尊敬されていました。慕われていたんです。だからお葬式が素晴らしかったんです。まあ、お墓が良かったんですね。高貴な人はお庭の中にお墓が準備されます。朝王はエジプトの王様のように自分のお墓を準備していたんです。イエス様は自分で用意はしないけど、神様はお金持ちのヨセフさんを通して新しい掘ったお墓、お庭の中にあるお墓を準備させたんです。でもヨセフさんともう一人ニコデモさんっていう人がここに登場します。二人が一緒にイエス様を葬りました。ニコデモさんはお弟子さんと呼ばれていません。彼はねヨハネ3章イエス様に夜ひっそりと会いに来た若い人でした。イエス様と人の前では付き合わないタイプの人だったんです。隠してたんですね。でもイエス様は神様から来られたということを確信してはいたんですよ。日本語で言ったら隠れキリシタンですよ。皆さん
隔離キリシタン、でもこの日です。ヨセフさんのように彼も変わりました。信仰が隠れていたのがパブリックに明るみに出てしまいました。この二人とも議員さんです。お金持ちでした。ニコデモは何をしたかって言ったら、イエス様のためにアロマオイルを準備したんです。さっき言った朝王のあのジャボーンとオイルにつけるこのぐらいです。ヨセフと違います。ニコデモは代々お金持ちの家であっただろうと言われています。なぜならヨセフさんのうち市内にお墓がないんです。ね、自分で準備してるんだから新しいお墓。でもニコデモはあるんや。だから買わなくていいんですよ。準備しなくていい。ただ難しいことがありました。死体をですね、十字架にはずっとちょっと放置するんですね。何日間も置いたままにします。ただ家族が願い出れば許可が下りるかもしれないんですよ。でヨセフさんはですね、他人ですからできません。じゃあどうしてどうなるんだろうと思ったときに、ヨセフがお願いを出すでしょ。そうするとピラトはね、OK って言うんですよ。ピラトは3度、このイエスという方は罪がない、死ぬべきではないと言ったからです。無実なのに死んでしまうということは、ユダヤのリーダーたちに殺されたということをきちっと認識していたんですね。だから罪のないこのイエスが王としての埋葬に入ることがここで許されることになります。もう一度ここ見ると、ほら、香料でふわっと体を包むって書いてあるでしょ。それをこれから誰がするかって言ったら、このニコデモさんがするんです。普通は体を洗ってアロマオイルを塗って布で巻くんですけれども、ニコデモは持ち薬とアロイを混ぜ合わせたものをどのぐらい持ってきたかって言ったら30キロです。これは原文で100リトラと書いてあるんですけども、1リトラっていうのは328グラムです。だから全部合わせて100リトラだから3200、800グラムで32キロです。32キロって結構な重さです。お米の30キロ持ち上げたことある？持ち上がらないでしょ普通。でもそれを彼がね、うわーっと持ってきたんですよ。ずる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 、どうやって持ってきたんだろうかと思うぐらい重いものを持ってきたんです。そしてマリアさんがですね、1リトラのオイルをイエス様の足に塗って髪の毛で拭いたっていうところあるんだけど、その後ね、みんながうわーもったいない、1年分の給料を無駄にしたっていうところ覚えてますか。だから5万ドルする1年間ね、油の代金でしょ。100リトラだから100年分のお金をここで使ったということです。すごいもったいないというか、もう今の計算で言うと500万ドルの100年分の給料分のアロマオイルをイエス様の体に塗ったんです。もう塗るっていうんじゃないんです、すっぽりジャボジャボに体に注いで、王様朝王がした感じですよ。すごい量のプール並みの香料を体に塗りつけたんです。で、私は考えた、これどうやって準備したんだろう。金曜日ね、十字架にかかるって分かって、もう早速準備しに行くんですよね。で、1日で一人で準備するには無理があるでしょ。多分ニコデモは、これ神学者が言うことですよ、周りに声をかけて買い集めたっていうんです。それもすっごいお金を、資金を使ってこの王様イエス様のための埋葬を準備したというんです。彼のいたわりと心遣いがこの葬りで分かることなんです。30キロって読むけど、この30キロ裏には大きな大きなストーリーが
あるんです。王様としてふさわしい名誉に満ちたいたわりの埋葬をしたということを聖書が教えています。何たって1リトラで匂いがブワーッと家中に広がったんだけど、100リトラですよ皆さん。もうそこら辺にはものすごい香水のプンプンの匂いがしてたということですね。その匂いが漂うというのは天に届く神様へのなだめの香りがしたんです。朝王のようにアロマの中に体を包み込んで布で包まれてイエス様は埋葬されたんです。なぜなら人々に愛されて尊敬されて慕われた王イエス様だったからです。天に届く贖いの技、最後はその匂いがすざましくいい匂いがしたということです。でもヨセフさんとニコデモさんはまず体を洗うということができませんでした。どうするんだろう。安息日が終わって日曜日になったらちゃんと埋葬しようとみんな心してたんですね。だから女性たちもやってきたんです。でももうその必要はないんです。このお墓は空じゃない、空だ、死の墓じゃない空の箱になってしまいました。復活の希望のスタートポイントでメモリアルのツアーの場所になってしまったんです。記念碑ですよ皆さん。朝王は葬られてまだそこに体があるんです。でもイエスという王は葬られてももう体がそこにないんです。復活してしまったからです。私たちが信じる神様は死んで終わらないということを教えています。栄光の体が私たちには与えられるんです。ピッカピカの体が与えられるんです。イエス様はじゃあ今どこにいるんだろう。カイム君、イエス様って今どこにいるんですか。どこだろう。考えたことありますか。イエス様はね、天国にいます。天の座で座ってるんです。座で座るっていうのは王様として今君臨してお仕事で忙しいんです。何のお仕事をしてるんですか。先週やったように、わあ、何かが地球で起こったらやって助けに来るんです。それがイエス様のお仕事です。王様です。それも良い王様です。みんなが助けてと祈り求めたらちゃんと聞いてイエス様はその祈りを受けるお仕事をしているんですね。とっても忙しいんです。墓は空です。イエス様は天におられます。世界を支配する王様として今も生きておられるんです。それを信じる私たちはいつもこのようにイエス様を賛美するんです。それではこの賛美歌を歌いたいと思います。なんで私たちはこの賛美歌を歌うんだろう。それは主を褒め称えるためです。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。褒め称えよ我らの
2000年間天使が言った、はい、ここに来てみてくださいという言葉がまだ続いてるんですね。皆さん、イスラエルに行くチャンスがあれば、この御言葉に従ってそのお墓に行ってみてくださいからです。庭はあります。そして隣に英国教会の教会と宿泊所があります。メソジストの前身ね、があります。すべてが準備されています。みんながイエス様の復活を見に来るというところが今でもあるんです。で、私ね、この油の30キロって書いてある、約30キロ、32キロですね。これね、もったいないっていう人は現れてなくて書いてないんですね。ほら、1リットルでもったいないって怒られたでしょ、マリアが。でもその後ね、この32キロのオイルをもったいないという人がいないんですよ。それほど王様としての葬り方が素晴らしかったということですね。で、マリアさんが後でちょっと持ってくるんですよね、朝。その油はね、イエス様がいないっていう時、放ってどっか行っちゃったんですよ。これ誰が持ってったんだろうって思いません？どうしたんだろうって、いろんな質問が、まあ子供が考える質問なんですけど、私もそれを読みながら、そうだ、そのマリアさんが持ったオイルどこ行ったんだろうとか思ってるんですね。不思議なことがいっぱい起こった復活のストーリーです。イエス様は今はでも天におられるんです。ヨセフさんもニコデモさんも素晴らしい奉仕をして、最後は隠れキリシタンから本当のキリシタンになっちゃってね。そして、一番メモリアルが覚えられる奉仕をした、感謝ですね。それではお祈りしたいと思います。今天で王様の座について、私たちの王として生きておられるイエス様、あなたの素晴らしい恵みと父なる神様の優しい愛と聖霊がくださる親しい交わりが、どうぞ今週一週間一人一人の上にありますように。そして王様が素晴らしいから、平和が私たちの生活のうちに与えられますように。アーメン。